公式アンバサダー HKT48 豊永亜希さん、拍手をお願いください。そして同じくアンバサダー中村本人さん。そして本日引退セレモニーも控えております神山雄一さん。お久しぶりです、なぎらともかみさん。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、なんとあきちゃんとボクトさん、はい、マイクチェック大丈夫ですか？はい、大丈夫です。初めてのこのダブルアンバサダー、2人が揃うの初めてです。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。意気込みのありましたら、あきさん。いや、私からしたら、もう伝説じゃないですか。もうずっと胃が痛いんですけど。すごいのが挟まれてますよ。もう本当に震えが止まらなくなるんじゃないかと思いつつ、すごく気やす…あ、気…気…気…なんだ、はい、優しくしてくださったのでよろしくお願いします。お願いします。さあ、本田さん、アンバサダー。僕も…なんか、どういう仕事なんですか、アンバサダーの仕事。いや、盛り上げたいです盛り上げたいと思ってます。なるほど、なんで今日頑張っていただいて、はい、はい、さあ、そして今日試合の後、引退セレモニーもあります。神山さん、はい、なんか、背伸びました。いや、横に伸びました。横に伸びた。圧がすごいですね幅でかくなりましたね。ちょっと軽すぎましたね。久しぶりのエスター、どうですか、このピッチの感じは。いや、最高ですね、やっぱりこう、まあ本当、よく言うと、あそこのピッチの上に立ちたかったです。よく言えますね。ですね。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして何ですか、はい、変わりましたね。もう、面影ゼロです。正直、学園で挨拶した時も、どちらさんですかって一緒になったんですけど、よく言われますね。まあ、ホクさんと神さんはちょこちょこ YouTube 見たりとか、まあ、お豆腐関係で頑張られたりしてますけど、大丈夫ですか、今。今、普通にサラリーマン営業してます。はあ、何関係。もう、なんか制服とか販売してます。まあ、今、健坊さんがつけてるようなタオルマフラーとか、まあ、そういった関係も作ってます。なるほど。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この4人でどういうトークするかといいますと、やっぱり神山さんが今回引退セレモニーもあるということで、神山さんといろいろ思い出をね、語っていこうかなと思いまして、まず神山さん、この現役時代、なんか印象に残ってる試合とかありますか？印象、そうですね、まあ、やっぱりアビスパ福岡リーグ戦でデビューした時、アウェーのサンフレッチェ広島だったんですけど、あの時はまあ自分にとって初めての試合っていうこともあって、まあ、やっぱり印象に残ってます。どういう気持ちだったんですか、初めての試合。初めて、そうですね、まあやっぱりそこで正ゴールキーパーを取ってやろうという気持ちもそうですし、まあやっぱチームを勝たせて、なんとか無失点を抑えてっていう思いでやってましたけど、結果も頭の中真っ白でした。結果は0-1です。お、負けました。負けたんかい。いや、駒野さんにちょっとフリーキック決められて、うわ、はい、すごい縁ですね、その駒野さんの後西のチームになって、はい、なんか話したの。いや、まあ、ずっと恨みがあったりすまねえ、恨みがチームメイトとしては楽しい駒野さんです、はい、さあ、北斗さんはどうでしょう、神山選手の思い出といいますか。そうですね、高校時代も合ってるんですけど、まあ、僕はあんまり印象、神山にはなかったので1個目ですよね。1個目です。で、国見で、一緒大湘南で、はい、そうです。対戦して、はい、練習試合とかもしたんですけど、で、僕の目にはちょっとつかなかったんですよ。だから覚えてる、どう言ってください。覚えてないのか。で、初めてアビスパに僕が入団した時に、寮一緒だったので、最初。で、寮長だって紹介されて、あ、寮長だったんですか。何個目の人が寮長なんだろうっていう。のが第一、最初の。ただ一つ上で、お、よろしくよみたいな感じで、そこがまあ、多分最初にあったというか、お話しした出会いですね。なんか2人の印象っていうのは、やっぱり2015年の昇格中の時のアウェーで、奥さん元気で、はい、で、神山さん肩車して、
走り回ったら覚えてますか。そうですね、あれはもう本当に最近のようにいつも北斗と2人でよかったなとあの時は言ってます。今日どうですか、久しぶりに。いや、僕は試合中だったのにこんなヘッドロックみたいな感じで俺すごいめちゃめちゃテレビにね全決めた後にお祝いで強すぎるこうなってあと5分であるかなって覚えてますか。覚えてますね。で、柳楽さんは高校の先輩後輩なんですか。そうですね、もうだいぶ長いです。で、立正大小学校寮があるじゃないですか。はい。で、寮で見ちゃう。寮です。一緒に寮生活を共にして、そしたら黒に上がっても寮生活を一緒にする長いっすね、だから寮つながり、ね、どうですか、神山さん、寮で長く。そうですね、ちょっとマニアックな話になるんですけど、はい、神竜と一番最初に試合出たのは北九州でよく練習試合してて、おなんか北九州のカップ戦かなんかがあった時に、はいはい、1試合で2人ともやらかすっていう、おやらかして失点をしてしまうっていう試合がありまして、2人でやらかした。そうです、俺やらかしてないです。あいつがオンゴールしたんです。まあでもそうやってずっとねこうつながり合って、じゃあどうですか、アキちゃんはやっぱサポーターとして。そうですね、神山選手結構近いとこにいましたけど、はい、それこそ私5年前とかはずっとゴール裏にいたので、うん、もう背中をずっと見てたわけじゃないですか。一番近いとこにいるんですよね。だから今も声出せないですけど、サポーターの声はどんな風に聞こえてるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいかもしれない。どうなんですか、キーパーやっぱ聞こえてますよね。そうですね、まあゴール裏もそうですけど、まあ、自分の時も多分横だったんで、サポーターの、はい、まあ、だから本当に怖かったです。より聞こえてくる、より聞こえてくる。自分が大体やっぱゴールキック蹴ってピッチ出たらもうあとは声飛んでくる。怖かったそうですね。いや、それはピッチ内もそうですね。あのサポーターだけじゃなくて僕らのためには出すなよ。まあ神セーブもいろいろありましたからね。さあ、どうし現役を終えてみて、なんか今後目標みたいなのあるんですか。目標、そうですね、なんか、まあ、自分に今明確な目標がないんですけど、まあやっぱりちょっと引退を振り返ってみるとなんかすごい自分寂しく感じるんですけど、まあ、本当に今までこう現役アビスパで16年やってきて、いろんな方に支えられて、で、こう、ね、アビスパが経営ピンチの時も、やっぱ、スペアさんとか、本当にすごいお世話に助けていただいたので、それは本当に感謝して、やっぱりこう、なんていうんですかね、自分の、まあ、現役やってた時は、本当にいろんな人に支えられたんだなって、今、思いました。なるほど。さあ、そんな思い出いっぱいのベスカミのトークショー、あっという間にお時間になりまして、この後試合後引退セレモニーもございますので、ぜひ皆さん神竜をしっかりお祝いしていただいて、引退おめでとうと笑顔で送り出したいと思います。短い間でした。黒田垣さん、中村北斗さん、神山隆一さん、そして柳楽智和さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。